ります。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。どこですか？顔上げようね。結構真上ぐらい見ないとじゃん。こちらがグミちゃんです。食べれます、食べます。私たちは私の服とありともの髪の毛でクリスマスカラーです。おもんな。大丈夫私たち、うん、あ、さっきテーマを確認、テーマを確認しました。こちらの心のテーマ、心のテーマ一曲一曲の心のテーマを確認してました。昨日はあの着替えが準備できた。あ、終わってなかったのか着替え。でもダメだね、うん、ゲネプロで頑張ろう、頑張ろう。で、出れなかったらどうすればいいの？出れなかったらマジでドッキリでした。着替え間に合わなかったらドッキリでしたって入るんで、ぜひ楽しみにしててください。まだリップ塗ってないけど着替えました。最後はライブでしか歌わないこの曲、やさまれくれない。せーの、タタタ。もう一回いきます。せーの、タタタ。まだまだいきますよ。せーの、タタタ。ラスト叫びます。さ、黙っといていい？ニコニコで、いいよ、ニコニコ、ニコなのニコか、じゃあみんなニコニコ、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 ニコニコってやって、あってよ、それこそ可愛いな。どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。Thank you.
が聞こえてる感じ。わかる。ちっちゃい気が。もうちょい耳の中全体的にお願いします。3人食費の1人いた。私4人いた。4人って大丈夫？はい。はい。まで、お客さん結構見えます。上までなんか斜めになってるので一人一人見えるんじゃないかなって思います。このライブということで、はい、今あの皆さんの声を聞いてみたんですけど、はい、やっぱり声出し最高ですね。ねえ、そうだね、声届くの最高です。すごいね。はい、入れてね。いきます。他の誰でものところの位置もなんとなく微妙だったの。大丈夫だ。この後立ち位置見えなかったのも落ち着けばいけるぞ。はい、武道館に行ってくれたら死ぬだ。5月12日に公開されます。最初の方だっけ。かの元気に楽しく言えば大丈夫。はい、うん、はいはい、そのチャンスが主題歌となっている。そのチャンスが主題歌となっている詰まっちゃっても分かる感じでいけば大丈夫。かのちゃん、そのチャンスが詰まっている。チャンスが詰まって何か分からなくなっちゃってる。そのチャンスが主題歌となっている。さっきと同じでチャンス、めっちゃ前向き。そのチャンスが主題歌となっている。5分前だよ、はい、5分前で。そのチャンスが主題歌間違えたら間違えたでも可愛いから面白いからいいよ。そのチャンスせーの、わーっ、頑張って可愛い。ありがとう。ちゃん可愛い。ありがとうございます。スイちゃん可愛い。スイちゃん可愛い。カノちゃん可愛い。グミちゃん可愛い。もうみんな可愛い。なんかさ、あの自己肯定感上げよう。ニャッキーね。カノもスイちゃん可愛いね。はい。じゃあ皆さん良ければ。いける。一人一人。一人一人やめて。全然。最高だった。大丈夫。さん可愛い。皆さん本番始めますよ。よろしくお願いします。なんか覚えてる。
やっぱり最高ですね、声出し。一面をね、見せることができて本当に私たちも楽しかったです、うん、ね。これからもね、うん、もっと楽しい、もっとさ、みんなでさ、声出し、うん、今度はいろいろそれを活かしたなんか、うん、とかもやりたいし、うん、ね、いろんなライブを作っていきたいです、うん、したいです。また次のライブ来たねー。